サドンデスソースの缶桶型のパッケージデスソースは、アメリカ合衆国ニュージャージー州ハイランズに本社を置く、ガードナーリソーシーズ社が、ブレアのブランドで発売している、ホットソースのシリーズ。1990年代初頭、バーテンダーをしていたブレアラザーが、閉店時間になっても帰らない客に対し、激辛ソースを塗った、チキンウィング。 ウィング・オブ・デスを完食できたら店に残って遊んでも良いというゲームを持ちかけたのが始まりだという次第に噂が広まりウィング・オブ・デスの完食チャレンジのために店を訪れる客が現れたことでブレアもさらに辛いソースを作り出しこれを完食したらチキンは無料というチャレンジ企画を始めるようになった1994年激辛ソースは 商売になると確信したブレアは起業してソース工場を設立した。限定版として発売されたブレア市の午前2時は芝叩く間に完売するほどの人気であった。量産品が欲しいという激辛ファンの要望に応えデスソースが発売された。ドクロのキーチェーンがおまけで付いている。名前の由来はこのソースが原因で心臓発作による死者が出たことによるという。 以前は、ハバネロの産地であるコスタリカの工場で製造されていたが、2020年5月頃からアメリカ産に変わった。また、ソース単体だけでなく、デスソースで味付けしたスナック菓子も販売されている。日本国内では、オリジナルデスソース、サルサデスソース、アフターデスジョロキア、サドンデスジョロキアの4種類が、株式会社鈴ーより正規輸入されている。 以下は、辛いと言われている順に配列されている。下記の項目は、スコるル値不明である。ありがとうございます。